はい、こんにちは、としぼうです。えー、今日はですね、じゃじゃん。こちら、えー、EM5 Mark III とですね、えー、こちら。ルミックス G9 Pro。これね、レンズ今ちっちゃいのついてますけどね。G9 Pro とのね、えー、ハイレゾ、ハイレゾショットとかね、ハイレゾモードとかっていうね、えー、モードがあるんですけどね、それのね、 同じような機能がついてるんですけど、それをね、どれぐらいね、画質が違うかっていうのをちょっと比べてみたいと思います。それじゃ。<music> はい、こちらのね、EM5 Mark III とですね、G9 Pro についてます。ハイレゾショットとかね、ハイレゾモードっていう機能がね、じゃあ、それって一体何なのかっていうことをね、ちょっとお話ししますと、軽いからこっちの方がいいかな。 一回シャッターを押したらですね、8コマ、0.5ピクセルずつね、センサーを細かくずらして、8コマ撮ったものをカメラ内で合成してくれて、8000万画素の画像データをね、生成することができるモードがついてるんですよ。それはね、あの、ローで撮れまして、ローデータで撮ることもできまして、非常にね、繊細な画像をね、 生成することができるんですけども、それがね、これとね、G9 Pro にもついてますし、EM5 Mark III、まあ、EM1 Mark II とかね、m a r k III とかね、EM1X なんかにも搭載されてる機能ですけども、これにもね、まあ、ほぼほぼ同じようなね、原理の機能がついてますんでね、それをね、ちょっと比べてみたいと思います。で、これね、結構ね、実用的な機能でして、 ま、三脚立てることがね、必須になりますけどね、EM1 Mark III とかね、EM1X にはね、手持ちでね、それができる機能なんかもついてますけども、EM5 Mark III とかね、この G9 Pro についてるのは三脚は必須になります。ただね、三脚は必須になりますけども、高繊細な画像がね、生成することができて、僕もね、あの風景なんかで三脚立てて撮るような時は必ず、 使って撮影しますね。それぐらいね、結構重宝してる機能です。まあね、ちょっとそれ、ね、画面の方を見ながらお話ししたいと思います。はい、それじゃあね、画面を見ながらね、えー、お話ししていこうと思います。えっ、ー、とね、これあの、まず撮影条件としましては、えー、同じレンズ、M 随行デジタル ED1200mmF4 IS Pro レンズですね。こちらを使用しまして、カメラを付け替えて撮影しております。でね、あのー、先ほど言いましたようにハイレゾショット。えー、連続でね、0.5ピクセルずつセンサーを動かしながら8コマ撮影してカメラ内で画像が生成される。8000万画素相当の画像が生成されるモードでございます。でね、ちょっとね、天気の方がね、あんまり良くないんで、そういったちょっと雨のね、 雨が降ってたりしてそういった画像に影響はあるかもしれませんけども、まあ、ちょっとその辺を加味してもらって見ていただければと思います。でまずねじゃあ広角端の方で撮ったもので左側が EM5M3 右側が G これかはい g 9 プロでございますこれ一応結構ねカメラ同じレンズで撮ってもねカメラの傾向で結構色のね、えー、同じねローデータでアドビカラーのそのまんまなんですけども結構色味が違いますね割とね G9 の方が暖かみのあるような感じですよねでねこれをじゃあね300%ずつ拡大してすごいでかくなっちゃいましたけども300%拡大して お見せしたいと思います。そうですね。と、比べる場所、この辺の、こういったタイルとかがいいかな。結構ね、こ,これぐらい重いとね、画像の処理もね、時間かかっちゃったりして、こういったぐらいの違いがあります。どうでしょうまあ、わかりにくいちゃうか、う若干や G9 の方がタイルの目とかが見えるなーっていう感じがしますね。で、このね、 足場なんかもね手前工事してるところの足場なんかもくっきりよく見えてるなっていう気がしますねえっ、ー、とどっか他に見,見るようなところはないかなそうですねやっぱり若干 G9 の方が質感があるかなこういったねなんかこのユニバーサルホテル別館の看板の何かこのパネルの目地まできちんと見えるような感じがしますね なんですけどもその解像感が増している分 G9Pro の方が若干ノイジーな何かちょっとノイズパターンのようなものが見えたりしてますねでねこれがね結構ね暗い部分とかになっていくこういうちょっとねのっぺりしたようなとこになってくるとなおさらそんな気がしますねただねこれもね メッシュですからね、メッシュの質感が出てるなって気がしますよねで。こういった瓦なんかも比べてみると、やっぱ若干ね、うん、G9 の方がシャープに映ってますね。ちょっと EM5MAX3 の方がどことなくぼやっとしたような感じですね。ここの瓦の模様や、この何ですか、壁の土の土壁の 質感なんかはね、G9 の方がすごくよく出てますね。まあ、こういった違いがありますね。これをね、あと望遠端の方も見てみましょう。で望遠端も同じく左側が EM5、ま a x 3で右側を G9。まあまあ同じように。あのなんか僕はやっぱり G9 の絵作りの方がちょっと好きかなという気はしますね。こう引きで見たときもねな、なんとなく立体感がね、ある。 かなというままあまあこれ好みですけどねはいでこれもじゃあ同じく壁のおすごいめっちゃ大きくこれ今ね300%ですからねあーでもやっぱりこれもやっぱり G9 の方がすごいタイルの目地がしっかり出てますね。 で、その代わりといっちゃなんですけども、ここの暗い部分がありますね。ここにやっぱりノイズが G9 はすごく浮いて見えちゃいますね。ここの壁の部分とかも若干、そうですね。ノイズがちょっと多くなるかなって気がしますけども、その分高精細に映ってるんじゃないかなという気がします。こんなのね、あもうなんかこのメッシュの網目が見えちゃいそうなぐらい映ってますね。 あそれでですね、ちなみに、どれぐらいハイレゾショットとノーマルショットの違いがあるかというのをお見せしようと思いますけども、えっ、ー、と、これがね、今、左側がハイレゾショット、右側が、えー、ノーマルショットになりますね。それで、じゃあね、左側を、例えば、じゃあこれを、これがハイレゾショットで100倍にします。はい。で、右側のノーマルショット、 おこれを300倍にしてます。まあね、当然ね、ちょっとね、300倍にした方が、画像は荒くはなってますけども、えー、改造感がちょっとわかりますかね。ちょっとなかなかこれ伝えるの難しい。これ倍率合わせるのがね、できるのかな。あ、200っていうのがあるな。じゃあ200にしましょう。これで多分ね、同じぐらい、あ、まだでも大きいな。これで同じぐらいになりますか。はい、これで今ね、 多分表示のサイズは同じになったと思いますけども、左側がね、ハイレゾモードで右側がノーマルモードになります。これぐらいね、解像感に差が出てくるんですよね。すごいですよね。えー、もうちょっとね、なんかわかりやすいところはあるかな。まあ、こういったところでもね、全然あのー、全く別物だなっていうのがわかると思います。 まあ、ここの辺なんか見てもらう。ノイズもね、だいぶ減るんですよね。ハイレゾにすると。で、もうこんだけ、えー、画質が違うんで、えー、これのハイレゾモードとかね、ハイレゾショットのね、有用性がね、分かっていただけるかなと思います。あとね、面白いのが、えー、ハイレゾ8コマ連続で撮影するんですけども、あの、普通に撮影すると、例えばこういった具合にね、 えー、車、動いてるものがあると、こう、8枚ね、連続で重なっちゃうんですよね。まあ、当然っちゃ当然なんですけども、ね、これはね、えー、パナソニックのハイレゾモードに搭載されてます。モード1、2っていうのがあるんですけど、モード2の方を使いますと、こんな動いた車体でも、えー、これね、今、この電車ですけどもね、これは動いてるんですけども、 見事に、えー、まあちょっとねやっぱ解像感は落ちるんですけどもここの部分だけでねうまいことね切り抜いて合成してるような感じまああのー、言ってもねこういったねちょっとこう周りの部分の何て言うんですかこう動いてる被写体のちょっと周りの部分っていうのがね解像感落ちててこう。 今、電線が映ってるところなんかも、ちょっとジャギーが出ちゃったりなんかしてるんですけども、まあ、それでもね、こんだけ自然に撮れるっていうのはね、素晴らしいかなと思います。この、この車もね、動いてると思うんですけどもね、全然ブレてない。先ほどのこの画像とは。e m 5 m a r k III の方も、やはり、えー、普通に撮影するとこういう風になってしまいますね。これ、まあ、e m 5 m a r k III の方はね、モード2みたいなモードはないんで、 残念ながらね、動いてる被写体はこんな感じになってしまいます。で、すごいですよね。こういった、これはね、これバスも、これ動いてるんですけども、ブレないと。これがモード2、G9 Pro の方のモード2ですね。で、まあ、これもね、よく見るとここの辺のね、このバスに重なってる電線というか、ワイヤーなんかがね、ちょっとジャギが目立つような感じにはなりますけども、まあ、その、 それをね差し引いてもこんだけの画像処理でちゃんとねこういったところがすごい高精細に映ってるんですよねなんで素晴らしいなと思いますねでえっ、ー、とね比較しますと e m 5 m a r k III の方がちょっとこう画像がよ柔らかいかななんていうふうに思ったりもしましたけども j p e g e m 5 m a r k III のね JPEG 画像 ローで撮ると8000万画素相当ですけども、JPEG だとね、5000万画素相当になります。5000万画素相当の時は、結構ね、このシャープネス処理がね、ガッと効いてね、<laughs> 割とね、見栄えのいい絵にはなりますね。で、いて、割とノイズレスで。ちょっとシャープ強いかなという気がするんですけども、まあ、こ、まあこれね、動く被写体はこうなっちゃうんですけどね、オリンパスの場合は。まあ、これね、でも、すごくね、 オリンパスで使うなら、意外とね、5000万画素の方が、JPEG でね、撮って出しの方が、えー、見栄えはいいかなと思います。まあまあ、でもね、ローで撮れば後処理でね、えー、うまいこと、えー、できるとは思います。<noise> はい、という感じでいかがでしたでしょうか。まあね、ちょっと G9 のハイレゾショットすごいですよね。あんだけ高精細に撮れるとね、 まあも、ね、ただね、いらないところにね、やっぱちょっとね、高精細というか、改造感を増す、増した分、ちょっとノイジーな部分もあるかなっていうところが正直なところです。でね、そこら辺はね、やっぱり EM5 Mark III はね、逆にね、バランスを見てちょっとぼわっとして、してる感じにしてんじゃないかなっていう。まあこれもね、やっぱりあの、後処理でね、シャープネスかけたりね、あとね、 えー、5000万画素相当にはなりますけども、JPEG で生成されたね、ものなんかは結構ね、シャープに出ちゃうんで、まあも、元素材としてはね、十分なんじゃないかなという気はします。これね、EM5M3、僕ね、昔 EM1M2 も使ってたんですけども、EM5M3 と比べると、全然やっぱり進歩してるんで、EM5M3 の方が、あの、ハイレーショットのね、高精細さなんかはね、 えー、なんでね、もう、ローデータとしてね、元素材として使うには、EM5M3 a r k なんかでも十分、なんじゃないかな。うん、でもね、やっぱ G9 すごいですね。あれ、パッド出しで使えるんですからね。まあ、やっぱりそのローグ現像をする分にもね、その一手間がね、少なくて済むんじゃないかなとっていう気はしました。で、ぜひね、まあ、この機能ね、使ってない方もね、結構いらっしゃるんじゃないかな。EM の EM5M3 とか、 G9 持っている、おられる方でも、ねちょっとめんどくさいや、使ってないや、っていう方がおられるかもしれませんけども、あの、使ってみるとね、すごくね、こんだけね、高画素機にね、引けを取らないね、高精細なね、画像がね、残すことができますんで、ぜひとも使ってみてください。それじゃあね、今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね評価、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。